学びをスポンジのように吸収する方法。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は金沢長町の武家屋敷跡からお届けしています。今日は質問いただきました。母ちゃんは辛いよさん、45歳、女性。スポンジのように吸収できるようになるにはどうしたらいいですか。仕事をすぐに理解できる、打ち合わせの内容をすぐに理解できるなどです。学ぶということですね。学びを迅速に吸収していく、あるいはですね、漏らすことなく吸収していく、そのために必要なこと、ベスト3は何かということになりますけども、ベスト1はメモを取るですね。これが最も重要だと思いますね。やっぱりね、とにかくメモを取る。逆に言うと吸収しない人はメモを取りません。私の有名なエピソードがあるんだけど、患者さんにいろいろ病気の説明とか薬の飲み方の説明を5分10分するんです。終わった後に今言ったことをもう一回言ってくださいと言うと何も言えません。ほとんどの患者さんは無言になります。つまり5分も10分も説明を聞いているのに何も理解してないし何も覚えてないということが本当に起きるわけですね。それをじゃあどうすれば全部覚えてもらえるようにするかという工夫をしたところ、メモを取りながら聞いてもらうとですね、覚えてもらえるようになります。それもメモ逐一。1つ目、寝る前の薬は2錠ありますので寝る前1時間以内に飲んでください。2つ目、この薬はこういう副作用が出る可能性があります、もし出たら教えてください、みたいな形でね、箇条書き形式でしっかりとこれ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 をメモしてくださいというふうに患者さんにお伝えします。そうするとね、終わった後にじゃあ今メモしたことを言ってくださいというと、メモした内容を全部言えるんですね。人間の脳というものはね、ほとんどねキャパシティというものが非常に乏しい。一時的に記憶できる容量というのはものすごく少ない。だいたい脳の中にはこのトレイ、皿がですね3つぐらいあって、それを順次入れ替えながら理解したり考えたりしていくわけですから、3つ以上のことを言われるとですね、いっぱいいっぱいになって、それ以上のことは脳に入ってこなくなるんです。じゃあどうしたらいいかっていうと、それを全部メモにしていくと1個ずつ空いていくということですね。聞いたことをメモにしていく。そうするとその脳の中のトレイっていうのが空きます。空き容量ができる。脳の空き容量を作りながら人の話を聞くということが、人の話を効率的にきちんと漏らさず聞くということになります。ですからメモを取らないで人の話を聞く、それでいて言ったことを全部理解するってことは不可能ですね。これはね、よっぽど頭のいい人だとできるのかもしれないけど、 99% の人間は不可能です。だけどみんなその不可能なことをやろうとしてるのでうまくいかないですね。だから人に何か指示されたりですね、会社とかでもお前こうこうこういう仕事やっとけよって言われた場合ですね、言われた内容をきちんと全部ですね、ポイントをメモしておくってことが重要なんだけど、ほとんどの人はメモしないで記憶に頼るから、1時間後ぐらいしてそのうちの 2,3 割もう忘れてしまうわけで、あなたがどれだけ頑張ってもですね、仕事で褒められないのはですね、脳がザルのようになってるから、言われたことの7割ぐらいしかできてないからっていうことになるんですね。ということで、スポンジのように吸収するためには、吸収したいことをすべてメモにしたためる、メモに書き落としておく、書き残しておくということがとても重要になってまいります。学びを吸収する方法のベスト2はですね、ニュートラルです。言い換えると先入観を持たないと言ってもいいと思うんですけど、ほとんどの人は話を聞くときに先入観を持って聞きます。先入観があるので、先入観から外れる情報っていうのは脳の中に入らなくなります。聞いてるのに聞いてない状態というのが起こってくる。これはこうこうこういうものだっていう先入観が強いとですね、それ以外の情報が不思議なことに脳に入ってこなくなるんですね。なのでもっとニュートラルな状態で、先入観を持たずに、あ、こういうことなんだなっていうことを普通に聞いていくってことが重要なんですけど、それもなかなか難しいと思いますね。だから結論とかを先に決めない、あまりこだわりとかを持たない、相手の言ってることを素直に賛成も反対もしないで聞いていく、全部聞き終わって、そうやって全部メモを取り終わった後に最終的に判断したり考えたりすればいいんです。多くの人は考えながら聞くので、そっちに気が取られてしまうので、聞いてる内容が右から左に抜けてってしまうってことが往々にして起こってくるんですね。だから聞くのに集中するということと、さっき言ったようにメモを取りながら聞くと、当然聞くことに集中することができますので、メモを取りながら聞くってことが実はニュートラルに聞くためにも非常に重要な要素となってまいります。スポンジのように吸収する方法ベスト3は、関心、好奇心を持つってことですね。好奇心を持つってことは楽しいということ。楽しいはワクワクする、ワクワクするとドーパミンが出る、ドーパミンが出ると記憶に残るってことになりますね。だから学校の勉強みたくいやいや話を聞いててもですね、記憶には全く残らないんですよ。どれだけ頑張っても、むしろストレスホルモンが出ると記憶というものを曖昧なものにし、忘れさせるように働きますから。ですから好奇心を持ちながらは、これってどういうことなの、これってそういうことだったの、あ、これってこういうことなの、面白いな、これってこういう仕組みになってんだっていうね、好奇心を持ちながら楽しみながらそうやって話を聞いていくってことが、ドーパミンを分泌させてものすごく記憶力を高めてくれる。ドーパミンっていうのは記憶力の増強物質であり、集中力を高める物質でもあり、脳を活性化させる物質であり、幸福物質でもあるんですけども、脳を圧倒的に活性化させる物質なんですね。だから楽しみながら、面白がりながら人の話を聞く、いやいややっていくと脳には残らない、楽しみながらやっていくと記憶に残る、こ
このね法則をよく理解して好奇心を持ちながら楽しみながら学んでいくということがスポンジのように情報を吸収する方法になります。ということでですね、勉強しても勉強してもですね学びが積み上がらないという人がいらっしゃるんですけど、それはアウトプットをしていないということ、あるいはさっき言ったように先入観を持って人の話を聞いてしまっているということ、そういうですね間違った聞き方をするとですね、せっかく同じ時間勉強したり学んだりするのに全く効果が上がらないということになってしまいます。ということでね、アウトプットやニュートラルっていうね切り口を大切にしながら学びを深めていってほしいなと、皆さんの自己成長を進めていってほしいなと思います。